なんか師匠もだいぶ足早くなったよね。ねえ。ねえ。もうだって8ヶ月。ねえ、大きくなったね、師匠さん。走るスピードももう今となっては、はんちゃんと互角ぐらい。そうやねんな。うん、はぁ、あ。その顔。いいこと思いつきました。丸田組の顔が。何ですか？ほら、あの広いドッグランあるやん、あそこでハンちゃん VS 師匠かけっこ大会実施したいと思います。面白そうじゃん。でしょ。じゃあ俺もランニングシューズ履いていくね。え俺も走るんじゃないの？なんで？いやだって俺サッカー部出身やん。補欠やん。スーパーサブね。それ補欠って言うんや。いや練習試合の後半から出してもらってた。それスーパーサブ？それ補欠って言うんや。人聞きの悪いこと言うね。ムードメーカーやったんやで。ベンチの補欠やん。よし、じゃあ補欠と意地とプライドをかけて。あんなこと言われる。ベンチもお前やったんやけど。ああ言ってもった自分で。違うやん。背番号13やったもん。補欠やん。じゃあ補欠のプライドをかけて、ああ半蔵 VS 師匠 VS 補欠です。じゃあ行こう。じゃあ移動します。はい、せーの。はい、着きました。はい、着きました。ここが勝負の会場でございます。じゃあ会場の設営に、そうね、取り掛かりましょう。カメラの設置しましょうか。今日の心意気はどうですか？負けねえぞ。はあ、余裕です。ゴール位置まで。またね。よし、ハウタ勝負だぞ。オッケー。オッケー、いくぞ。威厳を保ちました。まだまだ若いもんには負けんぞと。ベンチウォーマーのプライドをかけて。俺結構圧勝だったでしょ。今度はあの大親分も勝負する。えおー、じゃあ頑張ってみようかな。やってみる、うん、よっしゃ。はい、スタート。じゃあスタート位置まで。明日2回戦行きます。じゃあ意気込みは。師匠勝てるかな。大親分下克上。なんちゃんママに勝てるかい。よし、じゃあ大親分の意気込みをお願いします。私はバスケ部のプライドにかけて頑張るぞ。よし、じゃあゴール位置まで移動します。はい、よーい、ダン。負けました。ということでした。よし、帰ろう帰ろう。久しぶりに走って疲れました、ね、でも意味のある勝利だったと思います。いや今日は気持ちよく寝れそうだわ、ね、